さてと、この後はどうしようかな。クエストの消化でもいいけど、街の中をぶらついてみるか。また更新された場所があるかもしれないし。この辺りは普段全然来ないけど、割とプレイヤーの数は多いんだな。とはいえ、ショップに並んでいるものは俺たちが利用するところと大して変わらない。わざわざここまで足を運ぶ必要はないだろうな。さてと、それじゃあ戻って。ん？あそこにいるのは。よ、プレミア。ずいぶん珍しいところであったな。ん？どうしたんだ？私ですか？どうもしていませんが。そうか？なんかぼーっとしていたからさ。プレミア、こんなところまで歩き回っているのか。彼女はクエスト NPC だ。俺たちがフィールドに連れ出さない以上、こうして街を歩くしかないんだよな。まあ、特に用事がないなら、これから一緒に社会科見学に行かないか？社会科見学？前にやったろ。目的を決めずにブラブラすることさ。目的なくブラブラする。もしかしたら思いがけないものが見つかるかもしれないし。どうだ、行ってみないか？わかりました、構いません。よし、それじゃあ出発だ。足元気をつけてな、デコボコしてるから。プレミアはただでさえ平らなところでも転ぶことがあるんだから。なあ、今日はちょっと機嫌悪いか？いえ、別に機嫌は悪くありません。でもこの前インセクトゾーンにうっかり入っちゃっただろ。体中に毛虫が降ってきたことを、もしかしたら怒っているのかなとか。なんかプレミアの反応が薄いな。あ、こっちに来てみなよ。ここから始まりの街が見える。私はあそこから歩いてきたんだ。あれだけ大きな街もここからだと小さく見える。それだけこの世界は広く、たくさんの可能性を持っているってことかもな。可能性とは？例えばさ、ずっと街の中にいたらこの景色を知ることはできないだろ。森に行けば変わった動物もいるし、道を歩けば誰かに出会うかもしれない。向こうには湖が見えるだろ。泳いだらきっと気持ちがいいだろうな。こんな風にこの世界にはまだ俺もプレミアも知らないことがたくさん詰まっているってことさ。これからもみんなと一緒にこの世界でいろんなことを経験していこう。みんなと経験。あ、ずっと遠くを見つめている。ここが気に入ったのかな。最高だこれ。ん？なんだ？向こうに誰かいます。なんだよこいつ、突然笑い出しやがって。おい、ここは俺たちが借りしてた場所だぞ。お前も借るならパーティーを組むとかしようよ。お前ら周り見てみろ、すげえ可愛い女の子たちだらけじゃねえか。どの子に声かける？俺はあそこのポリテの子にするぜ。何言ってんだ、誰もいないのに。なんだあいつ、陰徳スキルを使っているプレイヤーが周りにいるのか。いや、始まって間もないこのゲームでここまで完璧に姿を消す方法なんてないはずだ。
あいつには何が見えているんだ。お姉ちゃん可愛すぎ。一緒にテンション上げていこうぜ。いいものあるからさ。遠慮すんなって。俺がいろいろ教えてやるからさ。消えた？何だったんだ？ログアウトしたのか。でもログアウト操作をしている様子もなかったし、何だったんだろうな。わかりません。それでそのプレイヤーはログアウトしちゃったんだ。奇妙なことを口走っているのも不気味よね。何かのお芝居の練習なわけないか。状況から考えると強制ログアウトさせられた可能性が高いですね。強制ログアウト？今の話だけの情報ですと確実性には欠けますが、おそらくそのプレイヤーの症状はデジタルドラッグによるものと思われます。デジタルドラッグ、あれがそうなのか。デジタルドラッグって？映像や音などによって脳内麻薬を分泌させる不正プログラムだよ。それニュースか何かで見たことある。プログラムを使うことで覚醒作用を引き起こすっていうやつよね。はい、そうです。 SAO や ALO、 そしてこのゲームでもプレイヤーは脳と直接信号をやり取りするハードを使用しています。それによりプレイヤーはあらゆる感覚をこの仮想現実の世界で体感することができるのですが、デジタルドラッグというのはまさにその感覚への信号を利用した不正プログラムなんです。そのプログラムを使用すると視覚や聴覚が直接刺激され、ノルアドレナリンという脳内物質が過剰に分泌されます。すると人によっては感覚が異常なほどに高まり、幻覚や幻聴が発生するんです。まるで現実にある危険な薬物みたいね。それのデジタル版だからデジタルドラッグって言うんでしょ。ニュースではそうしたプログラムを使用する人のことをトランスプレイヤーって表現していたわね。常習性もあるらしく、その感覚を求めて何度も使用する人が後を絶たないらしい。しかもデジタルドラッグとは言っても使用者は脳内が覚醒状態になる。覚醒したまま現実に戻り、そこで問題を起こすという事件だっていくつも起きているみたいなんだ。でもそんな危険な不正プログラムがアミスフィアで動いちゃうの？普通は無理だけど、アミスフィアを改造することでできてしまうっていう話なんだ。ファームウェアと呼ばれるアミスフィアを動かすプログラムがあるんだけど、それに手を加えることで不正なプログラムが起動できるようになってしまうらしい。そんな。危険性はどうなのかしら。現在広く使用されているアミスフィアは直接人体に致命傷を与えるような性能を備えていません。ですがデジタルドラッグの常用は肉体的や精神的な負荷も多いため、危険であることは間違いないです。プレミアと一緒に見かけたっていうおかしなプレイヤーも幻覚か何かが見えていたってことかしらね。可能性としては一番高い気がするな。突然のログアウトはアミスフィアのセーフティー機能が働いたからだと思われます。それって SAO の事件があってからつけられた安全機能だよね。はい、心拍数の上昇や意識の消失などで作動するようになっています。今回の場合は脳波の中のアルファ波に異常が見られたため、強制ログアウト機能が働いたのでしょう。すぐにログアウトされるならゲームを遊ぶ他の人にそんな支障はないんだろうけど、いい気はしないね。なんていうのかな、僕たちみんなの場所を
怪我されているような気持ちっていうか。同感だよ。不正なプログラムで高揚感を得るためにアミスフィアを使うなんて、やっぱいい気はしない。VR は、今までも様々な可能性を示してきた。けどそれは一つ間違えば、大きな問題を引き起こす可能性もはらんでいる。この先 VR は、どう進化をしていくんだろう。